生産性運動65春記,念記念大会日本の改革とこれからの生産性運動コロナ危機を超えての2日目テーマ別分科会を開催いたします。テーマ別分科会は人材育成、働き方労使関係、経営革新、イノベーション、公正で活力ある経済社会の実現の5つのテーマで合計15の分科会を開催し、 生産性とそれに関わる各分野の実践課題について経営者労働組合幹部有識者など各界を代表するリーダーが集中的に討論いたしますこのセッションは経営革新の3つ目のセッションとなりますそれではこれから次世代リーダーの育成を考える日本アカデミーやリーダーシップ交流会の活動からを開始いたしますまずパネラーの皆様をご紹介いたします ままず左からら番目にいいっしゃいますののは日立製作所名誉会長の河,村隆様です河村様は東京大学をご卒業後日立製作所にご入社電力事業部火力技術本部長日立工場長を経て1999年に副社長にご就任2003年以降は日立グループ会社の会長などを歴任されました。 2009年に執行役会長兼社長にご就任され、日立の再生に取り組まれました。2014年に取締役会長をご退任、2016年に相談役をご退任され、現在は名誉会長でいらっしゃいます。続きまして、左から3番目にいらっしゃいますのは、三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問の奥正幸様でございます。奥様は三井住友フィナンシャルグルグープ 失礼いたたししました奥様は京都大学をご卒業後、住友銀行にご入校、米国ミシガンロースクールご修了後、住友銀行取締役国際総括部長、常務取締役企画部長を経て、1999年にさくら銀行との統合戦略委員会事務局長、2001年に三井住友銀行専務取締役、2005年に東取兼三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長を務められました2011年に頭取をご退任2017年に会長ご退任され現在は名誉顧問でいらっしゃいます続きまして一番右にいらっしゃいますのが KDDI 相談役の小野寺忠様です小野寺様は東北大学,東北大学をご卒業後旧日本電信電話公社を経て電気通信自由化に伴い誕生した第二伝電に転じられます 2000年に DDI、KDD、IDO の合併によって、株式会社 DDI が発足し、副社長にご就任。2001年に KDDI 代表取締役社長、2005年に代表取締役社長兼会長、2010年に代表取締役会長にご就任、2018年より相談役でいらっしゃいます。最後に一番左にいらっしゃいますのが、 本セッションのモデレータータ地球産業文福川様は、一番右にいらっしゃいます、申し訳ございません、福川様は東京大学を卒業後、1955年に通商産業省にご入省、内閣総理大臣秘書官、大臣官房長、産業政策局長を経て、1986年に通商産業事務次官にご就任。 1988年にご退官後、神戸製鋼所副社長、副会長、電通総研研究所長、ジェットスタージャパン会長、KDDI 取締役などを歴任されました。1988年より地球産業文化研究所顧問、2018年より東洋大学総長でいらっしゃいます。また、日本アカデミーでは、会員長を務めていただいております。 以上がパネラーの皆様のご紹介となります。なお、本分科会は前半と後半の2部構成となっております。前半では各登壇者の皆様から次世代リーダーの育成についてご発表いただき、後半ではパネルディスカッションにて議論を深めてまいりたいと思います。それではこれからの進行は福川様にお願いいたします。福川様、よろしくお願いいたします。 ご紹介いただきました福川でございます文化会 C3 次世代リーダーの育成を考えるの討論を始めさせていただきたいと思います、えー、日本アカデメイヤリーダーシップ交流会の活動からという副題がついておりますのでこのリーダーシップ交流会のご紹介をまず簡潔にさせていただきたいと思いますまず日本アカデメイヤの概要でございますが2012年の4月1日に発足をいたしました 当時は民主党政権でございまして、いろいろ政策討論が必ずしも民間の経済界の意向を反映しにくい状況にもあったというようなことから、経済界、そして学識経験者、労働組合代表者を中心にいたしまして、発足をいたしましたのが日本アカデミーアでございます。目的は日本の政策を考える官民共通の基盤を再構築し、日本の公共性を立て直すということでございました。 次にこのリーダーシップ、次世代リーダーの育成を考えるということの中心になります、リーダーシップ交流会でございますが、これは2015年の10月の1日に発足をいたしまして、次世代を担う経営リーダー、官僚による、それから官僚などによる意見交換をするという目的でできまして。 次世代のリーダーを育成をしようと人脈の形成をしようということで始めたものでございまして構成は第一グループと第二グループでございます第一グループはご紹介をいただいきました奥様それから小野寺様がになっていただいております第二グループの方は川村様とそれから今日はここでは都合でご出席なられませんが 帝人の大八木様が参加させていただいて、私が事務局を参加させていただいているということでございます。その活動でございますが第1の、第1期の期間が2015年の10月から2017年の3月まで、そして第2期が2018年の10月から始まって、今現在活動中ということでございまして、原則として2ヶ月に1回、 グループごごとととに交流をしていいいただくということでございますテーマは第1期、第2期、ほぼ同様でございますが、グローバル経営に関する問題、それからイノベーションに関する問題、それからリーダーシップの問題、あるいは少子化高齢化時代の人材戦略といったようなものでございまして、その成果といたしましては、非常に胸筋を開いた議論を展開をいたしまして、 交流し合える人材のネットワークの構築に貢献をしていると感じております。事業を得た社会的課題などに関して、官民の立場を超えて視野を拡大をして、できればトップのリーダーの輩出を、このグループから出そうということでございます。若干の問題意識を、私の問題意識に触れてみたいと思います。 まず、企業経営というものはどういうふうに考えるかということでございますが、私の試験では企業経営の目標は企業価値を極大化するということにあるのではないかと考えております。企業価値というのは収益価値、顧客価値、従業員価値及び社会価値の相場で、これを極大化するというのが企業経営の目的ではないかと私は考えております。収益の価値は 収益性の増大ということが目標になりますが、その根拠として生産性を向上する、新規事業の開拓を図る、技術革新を進める、そして結果として株価の上昇を図るということによって実現をされます。顧客価値でございますが、これは生産性と非常に密接に絡むわけでございますが、顧客の潜在的な価値を発掘し、それに応えていく、それから新規事業の開拓をしていく。 そしていろいろ流通面の合理化を図って、顧客のサービス、顧客に対するサービスを充実をしていくということになります。えー、次が従業員価値ということでございますが、よく従業員満足ということを言いますが、働き、従業員の企業における満足度を充実をしていく、そして働き方の改革をしていく。 能力開発もしていくということで、最近では在宅勤務などというような格好で、新しい働く価値を創出するということにもなっております。えー、最後が社会価値ということでございますが、えー、企業の社会的責任をいかに発揮をするかということでございまして。 えー、2015年に国連発表いたしました SDGs にいかに応えていくかというようなことにもなってまいりますし、最近では顧客感染症の克服ということも議論になります。えー、環境問題は最近、えー、総理の施政方針演説でも強調されましたが、えー、ぜひこの温暖化の防止に努めていくということも、一つの社会価値であろうと思っております。 で次世代のリーダーの育成を考える上で、若干のデータをご紹介をさせていただきたいと思います。まず、平成の経済でございますが、平成の時代はバブル経済が崩壊をいたしまして、経成長的には、現象的にはかなり成長率が低下をするということでございまして。 成長率は1950年代の10.9%ぐらいから、最近では1%前後に下がっております。日本の国際的地位も、特に経済の国際的地位も大変低下をして、GDP では最近では5.7%、輸出入では3.8%ということになっておるところでございます。企業の競争力につきましても、 スイスのローザンドにあります IMD の評価によりますと1990年代の前半はトップでありましたけれども最近では34位に下がっております製造業も、ものづくりについても技能五輪技能オリンピックというのがございましてこれも当初は日本はほとんどトップを進めておりましたが2017年のアブダビでは9位 最近2019年のロシアの火山でございましたものは7位ということになっておりまして、新興国の追い上げが9でございます。生産性に関しましても、OECD36 カ国中21位とで、主要7カ国では最下位ということでございまして、とりわけサービス産業の生産性が低いということが課題、問題になっております。株式の時価総額につきましても、89年の3月頃は、 遠いトップ10のうちの8社が日本でございましたが、最近では日本の企業は消えうせているということになっております。えー、このした中で、一番重要なのがイノベーションということでございますが、このイノベーションがどういうことになっているかということでございます。まあ、大変国際競争が激化をしておりまして、米国、中国がリード役を取っておりますし、国際的に激しい競争が展開をされております。 またイノベーションの領域も情報通信を中心にしてかなり広範囲に展開をされるということになっております。で世界では官民の協力が続いているということになっております。最近では米国あるいは中国では古典企業の拠点企業の拡大ということが非常に注目を集めているわけでガーファーとかアメリカのガーファーとかあるいは中国のバットとかいうようなものが大変活躍をしているということでございます。 えー、研究活動がどういうことになっているかということをご紹介をさせていただきたいと思いますが、えー、日本の研究活動はかなり停滞気味でございます、えー、まず研究開発の GDP 比率これは日本はかなり高いものがございますけれどもこれはむしろ高いとは言いながらもかなりその 実用化面についての分野が高いということに相なってきているわけであります最近では中国が非常に大きく伸びているのが注目を集められ集めますし韓国も伸びております研究者の数でございますけれども2000年2017年では日本はむしろ減少気味でございますが米国中国それからドイツも韓国も増加をしているということであります 特許の出願件数も2017年に向けて日本は停滞をいたしておりますがとりわけ中国の伸びが非常に著しいということで注目を集めることになっています自然科学部門の論文の発表数は日本は停滞気味でございます特に外国に引用される論文が少ないということになっております で中国が大変伸びているというのが世界でも話題になっておりましてこれは2017年の数字ではありますが最近では米国を追い抜いたというふうに言われているところでございますドイツが論文の発表数が非常に高いということでございます特にドイツなどはそれほど研究費はの支出は多くはないんだけれども論文の発表数は非常に大きいと。 いうことで大きな成果を上げているということに言われておりますノーベル賞の数はそこにお示しした通りでございますイノベーションの日本への挑戦ですけれどもイノベーションの意識改革これがこれから重要であろうと思いますし海外との交流の拡大も必要になります特に重要なのは戦略的な展開ということでございまして 戦略の改革も重要でありますし、企業家の育成、ベンチャー企業、ベンチャーキャピタルの育成が重要になりますし、規制改革も重要ということになっている、なるわけであります。人材育成であります。それから研究開発の予算でありますが、 2000年を100といたしますと2018年には日本は114.9ということでありますがアメリカは181.0中国はなんと1348.3ということで膨大な金額を政府が投入をしているということでございますもう一つ重要なことは最近の産業の減少として 文化的な要素が伸びているということでございまして、特に付加価値を高くするということになってくると、産業と文化の融合ということが重要な課題になってくるというふうに思っております。そして、今では重要なことは、新しい成長への探求と、こういうことになってまいりまして、特にコロナの感染症を克服して、ニューノーマルといわれるような状況をいかにして実現をしていくのか。 また米中の覇権争いが続いておりますがそうした中でグローバルな協調体制ということが果たして取り戻すことができるのかどうかそれから情報関係技術を基軸としてデジタルトランスフォーメーション質を実現をしていくそして経済も質の高い経済をいかに実現をしていくかということが課題になりますこれから将来どういう予測をするのか 政策形成をどうするのか主席展開をめぐりまして政治行政経済界の協調体制が非常に重要だとまあ、こういうことになっているのではないかというふうに感じているところでございます、えー、それでは、えー、ご紹介がございましたようにこれからパネラーの皆様方からぜひご,ご発言を 10分程度でおすすめいただければと考えております。それでは日立製作所名誉会長の河村様、まずどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー。日本企業と日本のこれからというタイトルを付けたあ書類であのご説明をいたします。えー、あの最初めくっていただきますと、日米企業の年齢と収益性ということでグラフが書いてございますんですが。 何を言いたいかというと稼ぐ力の継続、まあま企業は何のためにあるのかというと企業価値を上げていってその企業価値を毎年作り出す企業価値を社会に還元するとこれがまあ企業の役割です。まあ、どういう形で還元するかというと従業員の報酬はもちろんですけれども。 株主への配当とか銀行金融機関への利子の支払いですとかあるいは政府その他に対する税金の支払いですとかその他いろいろな項目に分けまして社会に還元していく、えー、内部留保も若干は残すこれは将来発展しなきゃいけないんで残すということなんですがそれらの大元はやはり付加価値を毎年作り出すというところでして。 まあ付加価値というのはまあ非常に大雑把に言うと1年間の売上高からえそのえっとえ購入まああの1年間の売上高からその前に材料その他として購入したものの価格。 えー、それを差し引いたものですが、えー、ってもの、えー、を作り出すあるいはサービスを作り出すためにかかったそれまでのお金を合計しておいてで売上高から差引くとでそれがその残った値がその企業が作り出した付加価値なわけでその付加価値を世の中にどう分散するかというのが、まあ、企業の仕事になるわけですがこのお最初のページの、えー、それを見ていきますと。お 総資産の利益率という指標でまあ見てるわけですけれども非常に大きな特徴があるのはそのアメリカの企業は50年60年にわたってその利益が増加しつつあると増加しつつあるような経営をしているそれに対して日本の企業はですね15歳ぐらいまではなんとか頑張るんだけれども その後はずっでこれがまあこれまでの経過でしてですねぜひこ,こういう形を直していきたいこれはまあどういうことをにからこういうことになっているかというとまあたくさんあるんですけれどもやはりその新しい事業とそれからまあ古い事業の中で 今後頂点を超えていく事業と上手にその入れ替えながらですねですから企業の中で相当な改革を中ではやりながらアメリカの方はこうやって苦労してですねこの右に落ちてくるところを防いでるわけですです。から100年企業っていうのがまあ相当強い100年企業っていうのがたくさんあるわけですけど。 日本の企業は創業者の頃はとにかく頑張るんだけどその後は創業者の足跡を保とうと前任者がやったことをきちっと承継するというのが仕事だと思う人たちが多くなっちゃってですねしたがってこうとめどなくこう落ちていくというようなところがあります。これは非常に大きな問題点です。ページ目の方はその <laughs> 先ほどのお話にも出てきましたんですが平成元年1989年には株式時価総額という指標で、えー、企業価値をお、まあえー、計算したときに日本の企業だらけだったんですけれども平成31年、えー、2019年になりますとこういうことになりましてアメリカとかスイスとかオランダとか中国とか。 韓国とか、まあ、そういうものが30番までにいるけれども日本のトップのトヨタ自動車ですら42番になったともうその今までの日本の企業のやり方だけではダメだと、まあ、こういうことです。で、えー、3ページ目の方にですねじゃあこのあとアフターコロナでどういうふうに企業を変えていくかということに関しては。 まあ今皆さんのところでそれぞれいろいろ検討されていると思いますけれども例えば生活日本のこうやり方はですねリアルアセットとつないだようなデジタルアセットの使い方を上手にやっていくというところで大きな変換をしていこうというまあそういうやり方がそのリアルアセット事業に強い日本としてはやりやすいんじゃないかと。 ではコンテンテツ、複合データを活用していくとか、電力ではデジタル化とか分散化とかそれからパーソントゥーパーソンのところでデータを使っていこうとまあ例えば2019年に台風19号という非常に大きな台風が来て送配電系統が非常にこう損傷を受けたわけですがこの時は実際の方々から リアルデジタルデータを送ってもらうことによってここのこの配電線のここがこういうふうに今その損傷を受けてますというなのがどんどんその入ってくるようになり始めたですからその電力会社の補修方法とそれからお客様のデジタルのデータと付け合わせて千葉のこの辺のこの部分のこの損傷を どうしていくかこれが全体にどう波及していくかっていうのは予想を立てたりまあそういう形でまあパーソン・トパーソンというまあそういう使い方をしましてですねそれでその電力の事業を伸ばそうとしている自動車では自動,車運自動運転ですし金融ではフィンテックですし物流ではドローンを使ってそのお客さんがいない時でもものが配れるように。 あるいはこれも場合によっちゃは例えば電力会社の送電線の上あ,あれはその例えば電力会社の土地ですからですねそこを使ってそのドローンを使った物量をやろうとか、まあ、そういういろいろなそのリアルなビジネスとつながったそういう意味でのデジタルから入っていくというのが、まあ、あります。 最後4ページはですね働働いてるる人の働き方に関すす。ところで,すで <laughs> 2番の方を先にやりますけれども働いている人の自己実現という意味でまあ皆様方はその企業で勤められていると思うんですけれどもその生産性資産を自分のものにして何かしらの何かのゾーンのプロフェッショナルになるという形で まず企業の中で仕事をしていくと思います。で、そうした中で、えー、活力資産として健康とか家族とか友人というものがあります。で、この2つをこう組み合わせながらプロフェッショナリティを作っていくわけですけども、その作っていく中でですね、その自分の考えていることと企業でやられるものとのマッチングを図る。マッチングがうまくいかないときにどうするか。 そうすると今度はこの右の方にあります変身をしていくということになりますでその時もやっぱり資産がいります知人いい人を知っているというようなことが必要ですから自分の心の中がオープンマインドじゃないとあるいは向こう側もオープンマインドじゃないとなかなかこれができませんしたがっていろいろその生産性資産を使いながら活動していく中で、えー 一番下に書いてある働きがいというものを感じられるような仕事に自分を導いていくといいますか導いてもらうとかそういうところがまあ,あるわけですね。で働きがいっていうのはどういう会かというと社会からある種の評価を受けるようなことをするという時に得られるのが働きがいです。でしかし今我々は我々の人生というプロジェクトをやってるわけでしてで,ですね プロジェクトリーダーが私なわけですねそのプロジェクト人生プロジェクトをやっていくときにはですね働きがいだけではそのフリーサティスパイドにならないということが多いにあります働きがいっていうのはなぜなら社会から評価をもらおうとしてやってるあるいはそういう目的がかなりを占めるというようなものですからそれだけではというのがあり得ると思いますということは 社会から何と言われようと自分はこういうことをしたいんだと、まあ、世の中のこういう困ってるあの人たちが、まあ、本当に少ししかできないけどあの人たちを助けたいんだというのはそういう考え方もあると思います。ですから社会の大きな大きな評価は得られないけどもしかし自分の評価は得られるこれが生きがいですよねで。生きがいっていうのはどっちかというとこの活力資産とか 変身資産とかこういう人たちと連携をしながらやっていくもんだとしたがってまあ人生プロジェクトはその働きがいとですね生きがいと両方をですね、えー、少しずつ満たしながらこう進めていくというこういう形になろうと思います。最後にですねその今さっき飛ばした一番このこのページの一番の方 外国人が日本を今どう見てるかということなんですが、日本企業は過去の成,成功体験から抜け出せず、これはあの70年代80年代の成功体験、えー、世界で第二位の GDP の国にのし上がった時のことを言ってます。その成功体験から抜け出せなくて、えー、今は熱意がない経営、熱意なき職場に陥っていると外国人がこういう。 見てるわけですね日本の会社を効率性や収益性を度外視してシェアですとか市場占有率とか雇用維持っていうのを優先してると長期的にも富を生まない仕組みになっちゃってる、えー、まあ言ってみればその熱意なき職場が日本中にはびこってるともっとアニマルスピリットでやれとこういうことを言ってるわけですねアメリカイギリスはちゃんとやってるぞとこう言ってるわけです。 まあこれに近いことは私も前に自分がいた会社、まあ、日立っていう会社ですけどそこの中で社員アンケートを取った時に毎年感じてましたアメリカ人の社員イギリス人の社員何人の社員は非常にこのアグレッシブですでこういうことをやらないと会社はダメになるっていうようなことを <laughs> みんなが言います。でその <laughs> そのどうやってやるんだっていうと自分たちでここまではできるここから先はできない、えー、人をこういう人を入れてもらいたいっていうようなことを言います日本人社員はそういうことを言わないです日本人社員はそういうことを言わない、えー、非常にこの優等生なんだけどもおとなしい消極的様子見をするでまず何かやろうとして失敗した時のことをすごく恐れるでどうしてこう,こういうふうになっちゃったかというと 成功体験の時に相当お金も貯まって会社全体としてお金も貯まって、えー、従ってこの後少しゆっくりやらないとその危ないっていうふうに思日,本日本中で思っちゃったんじゃないかと、まあ、こんなようなところがあると思います、えー、米国では短期思考から資本主義を救えというようなことに今なっておりますこれはそうなんですけれどもしかし長期思考とは言っても 日本のよううにななるここととを意味しないとこう言ってますで地球環境を含めたステークホルダー志向を高めながらさらなる収益性向上を目指し企業創生の付加価値分の社会への還元において新たに何をその企業側としても目指すかっていうと社会の格差是正というようなテーマを目指す環境等々はもちろん入ってるんですけどね環境等々はもちろん入ってるんですけど社会の 格差是正というようなところをその社企業の社会還元の中から目指していくまあ簡単に言うと従業員の給料はまず上げますということですそれ以外のところもいろんなことをしますとこれはまあ相当なことなんですねですから企業全体としての見かけの利益は下がるかもしれないだけど社会貢献的なものまで加えれば昔よりも上がってるとこういうようにしたいとかまあこういうようなことで。 えまあ外国から日本がこういうふうに見られてるっていうところをですね、ちょっと我々としても,もう大変にこう留意していかなきゃいかんところだと思います。ちょっとすいません、長くなりました。はい、ありがとうございました、えー。日本企業の問題点の真髄を描き出していただいたと思います。えー、この点はまた後ほど <laughs> 討論のところでさらに掘り下げてみたいと思います。 えー、それでは続きまして三井住友フィナンシャルグループの奥様に、えー、ご提言をお願いをしたいと思います。どうぞ、えー、奥でございます。<coughs> まあ昔からあのまあ中国の古書にありますように、稲を育てるのには一年、えー、それから木を育てるには十年、人を育てるのは百年、まあ百年生きない時からそう言われてたということでありまして、えー、リーダーを育てるというのもおそらく。 50年とは言いません、10年ぐらいは少なくともかかる、10年、15年かかるということで、今のわれわれの置かれている環境の中で、どういうふうにネクストリーダーを育てていくか、または育ってもらうかということが、今日のテーマでございますので、お話しさせていただきたいと思います。1ページ目に 21世紀前半の世界は5つの負の時代とこう言っておりますけれどもまあこれは不確実性の時代というのは1977年か8年にガルブレースがそういう本を出しました「The, The Era of Uncertainty」それから50年近くなっているわけであります。で世の中は不確実性はますます高まっている。それにによって全体的に 世界の動向を見てましても不安定さが増しそして不安定さが増すということは不透明さも増すで片方でまた政治とか社会現象でもいわゆる連続で切ったものがある日ぽつっとこう反対側に移ってしまうペンドラムが非常にこう左右にこう動いてしまうということが起きている。 要は複雑だとということで、私はこれを5つの「負と言っておられるわけですでグローバルに起きていることそれから国内で起きていることそれぞれまあ思いつくままに書いてみましたで、まあ、こういうことなんですがその中でこうずっとメガトレンドとして動いているっていうことがいくつかあると思うんですね私は4つあると思うんですけれどもまあ1つは ここでは中国の覇権と書いてありますがいわゆる先進国経済とそれから新興国経済これが先進国経済の低成長それから新興国経済の高成長、まあ、こういう2つがトゥースピードエコノミーということで動いているだろう。それから技術革新の面ではこれもおイノベーション世界ではその ガーファーの始めどんどんどん動いているとそれからうんもう一つは高齢化の問題ですでおそらくこれから15年20年経つとアフリカ以外に除きますと全世界で高齢化が始まるだろうということが言われております。それから人物金情報こういったものが、えー、今はコロナで少し止まっている分はありますけどもおそらく このままではその IoT の進化とかそういうことでさらにこれも進んでいくでしょうということで約4つの,そのトレンドというのは変わらずに動いていくんじゃないかということであります。で日本の問題というのはここにも書いてありますが、えーまあ、パンデミックの問題もありますが、えー、またその戦後80年近くたった80年ですかその中で え戦後に作ってきたインフラ物理的なインフラも非常に劣化しているお金がかかるまあそういう問題もありますし当然のことながら人口減少少子化とそれから高齢化が同時に進んでいるというその世界ですからえこれがもう社会保障の問題大きな問題としてかかってくるこういうまあ5つの負の中で次のリーダーはどういうふうに カジ取りをしていくかで、えー、次のページですがこれから先というのは豊かなる衰退になるのかまたは豊かなる成長をもう一っぺ成し得るのかまたフラットで豊かなる停滞という3つの道をどれを日本は歩んでいくんだろうかということになるかと思います。まあ、年代の半ばまでは 日本は先ほどの福川先生のその資料にもありましたようにかなり高い成長率を実現してきているわけでありますがそこから先というのは1%を越さない成長率ということになっています。でこういう中で、まあ、現実的にどういうところを狙っていくか、まあ、狙っていくかというかどういう目線を合わせていくかと、えー、90年代の前半までの高度成長というのは望むべくもないわけでありましてでこれをどういうふうに え見てていいいいいかかとととうことを少し頭の中に入れておかないといけなけ思いますそれでじゃあビジネスまあいろんなリーダーがいますけれどもビジネス界におけるリーダーというのはどういうそのリーダーシップリーダーシップというのは言葉ではたくさん言われるんですけれども私自身はそのリーダーシップというのは2つに分けています。 トップリーダーというのはもちろんいろんなことを見ないといけませんが、まあ、ビジョンに対を示してビジョンに対してベクトルを職員従業員のベクトルを合わせてそして優先順位を決めてやっていくきちっとそれに合わせていく、まあ、したがって左の図でいきますと、まあ、ベクトルがみんな上の方向いてるしかしこれは初めからトップダウンでこれやりなさいということではなくていろんなダイアログを使って。 納得させてそしてその方向へ向けていくということでありますで、これがまあトップリーダーシップだということだと思いますで、それに対してマネージャークラスまでのまあリーダーシップというかそういうものはマネージャーシップとして分けていますこれはまあ強いて言えばまとめれば部下の才能というものをお才能を業績に結びつける一番良い方法を考えて チームとしててそれを達成ししいいくととうことでありますしかし資質としてはリーダーシップとマネージャーシップというのは当然かぶっているわけでありましてそれをマネージャーシップの中からトップリーダーになる人をどういうふうに見つけていくかそのプーリングをマネージャーの中から選び発掘しそして育てでその地位に上げていくまあそういう意味では この10年ぐらい各社でサクセッションプランというのをやり始めています。まあ、そういったことになるわけでありますが、育てるだけではなくて、やっぱり育つ、自ら育っていく人間も発掘しないといけないということではないかと思います。で、ビジネスのトップリーダーに求められる資質というのをちょっとまとめてみましたこれは自分,たち自分がやってきた。 自分自身がこうだということを言うわけではなくてやっぱり反省も込めそれからここにいらっしゃる鹿村さんとか小野寺さんなんかのお話も聞きまた他の方々のリーダーの話も聞きながら、まあ、どういう資質がいるんだろうかということをここにまとめ,たまとめているわけでありますやはり今はこのグローバルに広い視野を持つということは非常に大事な観点だと思います。 えー、世界中の中で考えるということをは私前から言ってますがやっぱりそういう経営者が必要経営者には必要だと思いますそれから、えー、迅速な決断力というのもこれはいろんな経験を経た上でそのスピードというものが一つの付加価値になっているわけですでその付加価値を実現するためにはやっぱり迅速な決断のできる人が必要であるとそれから もう一つ、その部下とかあのお従業員等を同じ方向へ向けていく、同省異務から同省同ーへ向けていくためには、ロジカルな説明をきちっとしないといけないし、それから高いコミュニケーション力が必要です、言葉というのはそういう意味では非常に大事になってくるということそれからこれはできるかできないかわかりませんけれども、やはり 修羅場というものに強い経営者をどうやって見つけていくかこれは修羅場っていうのはそうそう来るわけではありませんのでやっぱりその部分はその経験としてプールを作る必要があるかと思いますそして自分だけでやることは限られていますから優秀なチームを作り使う力これは必要ですしまたトップリーダーは 一人先走って、えー、後ろ見たら誰もついてこなかったということでは困るわけでして、えー、常に率先垂範をしますけれども自分の立ち位置というのを後ろを振り返って見ていくというまあ自己反省というか自己をか返りみる力というのが必要ではないかと思いますそれで、えーまあ、私自身がビジネスーリーダーとしてやってきてまあ一つの 基準とととしして置いていいいいたたことを一つ最後に申し上げたいと思いますそれは私の場合はここにマッキンゼの 7S というフレームワークを書いています。これは真ん中にシェアドバリューいわゆる経営理念でありそれから行動規範なりみんなが共通にシェアできる価値というものをみんなが共有するであと。は機能別に 戦略組織シススステム人材スタイルスキルキこれ非常によくできた僕は図だと思ってますやっぱりこれは経営を組織を運営していく上で常にこれをレビューして自分の立ち位置をこう見ていくということが大事だなと思いましたそれからこれは同時に線がこれだけしか書いてませんが全部こういくわけですね線は結びつけられるわけですということはそれはダイアログのそのラインなんです やっぱりこれは縦になってますが、水平で、その水平のところでどういうダイアログを交わしていくかと、相互にやっていくかということが非常に大事ではないかと思います。たまたま,まあこのことをある、私の本で書いたんですけど、そうしましたら、同じ時期に、そのマッキンゼーの日本支社のトップだった人が本を出しました、組織23のダイ,アログダイアログじゃない、ボキャブラリーという本でしたけども。 ここここにこのことが書いててましてですね彼らは 7S というのを1980何年にこれ出したわけですけれども、えー、その後は何だろうかということで議論したそうですやっぱり1週間閉じこもって議論した結果がやっぱり 7S だったと 7S の後は 7S だったということを言って書いておりますけれどもまあ私はまあそういうことで自分のやってることをチェックする。 ここれが非常に大事ななととではいいかと思いますただ一つ最後に申し上げたいんですけどもやっぱりこのいろんな意味で政策なり戦略なり、えー、それから計画なりありますがこれは民間の場合は必ず1年に1回はレビューをして PDCA を回すということをやってます。とは日本の,その政府行政の場合にそれが本当にできてるんだろうか実質的にできてるんだろうかとまあ拍手を。 聖書というのは出ていますが、非常にスタティックな分析にとどまっているんじゃないかと、やっぱりこれはその投資効果がどうであったか、そういうものを毎年毎年見て、やっていく、レビューしていくということが、まあ、できればですね、できれば日本はもうちょっとそのお金の使い方の面でも効率的になっていくんじゃないかという感想を持っております。以上でごござざいいいまます、はい、ありがとうございました えー、奥様の方からは、五、えー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 、つの負の時代、21世紀は5つの負の時代ということを前提にして、いろいろな分析をした上でえで、ー、マッキンゼイ 7S フレームワークということをご提言をいただきました。 これから人材育成を考える上では非常に重要な資産に伴う話であったと思いますまた後ほど討論の方で深めさせていただければと思っておりますそれではもう一方 KDDI の小野寺様よろしくお願いいたします小野寺でございます一、えー、ページめくっていただけますかあのここにこれまでの交流会のテーマ先ほど先生からもお話ありましたけれども見ていただくと 1> 第1期と第2期とあまり変わってないなんですよねで実はその第2期の途中からまさしく今年の今のコロナの問題が起こってきて実はこのコロナの問題については話し合う時間は全く取れてませんしたがって今までの交流会の中での過去の交流会は、えー、コロナの話パンデミックの話はできてないっていうことをまずご理解いただきたいと思います で私はこの中で、一つ,つ、まずどちらにも入ってますけれども、グローバル経営の話、2番目の第2期の方ではグローバル時代の国家企業戦略となってるんですけども、今日はあはパネリストの3名、すべて経済界の人間でございまして、この交流会の方には、実は官の方も入っていただいてます。で私その官の方と 特に民の方経済界の方のいわゆる次にトップになるような方々トップリーダーになるような方々が一緒にこうやって勉強する機会っていうのは本当に重要だと思いました。というのはあの私が電電公社にいた時代それこそ昭和40年代から50年代。 この奥さんがあの住友銀行の頃もそうだと思うんですが当時は主幹庁と事業者の間でもっていろんな情報の交換ができてたんですよね。よしあしは別ですよ。よしあしは別にして当時は本当によくいろんな情報を交換できてたわけです。でそれがいろんなことがあって。その官と民の間の間 下手に話をすると何か問題になるみたいな変な雰囲気になってきちゃって我々民の方から見ると韓の人たちが本当に民のことをどこまで分かって、えー、国の方針決めてるんだろうかとこれがものすごく私は疑問になってきてたわけです。でその中でこのグローバル時代の国家企業戦略でも 実は私は国家戦略と企業戦略はグローバル時代というのは全く違うような気がしてしょうがないんですね。これ私外向きには平気で言うんですけれども企業の方はこれは先ほど河村さんもおっしゃっていたように企業はきちっと生きていくそして社会に貢献して利益を上げてくるとこれをやらねばい,いかん,んですよ。これは企業経営者の責任ですから。 そのためには国内にとどまっててはできなければ国外に出ざるを得ないだけです。で国外に出るときには海外のルールその国のルールを守らなきゃいかんわけです。で今まさしくその米中の対立の中で、まあ、我々の業界に非常に関係のある、うん、ハウエがいろんなことでもって今こうなってますけれども。 ハウ,ウェイはああなるということをどこまで感じたか私は知りませんけれどもだけども米国政府はハウ,ウェイということではなくて中国企業に対する恐怖心をど,ど,どこから抱いたか私中国、えー、と米国と付き合っててまあ米国の通信メーカーですよねメーカーさんと付き合ってて感じるんですけども。 アメリカ流の経営の中では実は過去あったルーセントとかモトローラとかもう韓国、えー、カナダですけどノーテルとかこういう通信機メーカーは今ご存知のとおり,りませんルーセントも、えー、モトローラも結果的には今ノキアになってしまってます。で実はモトローラが 売りに出されたっていうとちょっと語弊ありますけど売られた時にモトローラも狙ってたしそれから中国のハウェイも狙ってたのは実はハウェイとモトローラハウェイがモトローラを買うという方向で本当に検討してたんですよ。で当時の、えー、副元副大統領をモトローラを雇って政界工作もやったんですけども。 最終的には米国政府の許可が出ずにでそれが、えー、抜けに行ったわけですで私はその時からこれはハウェイを下手に使ったら将来やばいぞというふうに思ってましたで私はディデンの社内ではハウェイはあくまでも端末機とか 無線機の一部には使ってましたけどもいわゆるコアネットワークには絶対使ってはならんというふうに言って私も次の社長の田中君も言ってきたんでまあ正直言ってあまり影響は受けてません。ただハウェイの技術力はは正直に申し上げるけれども今ではエリクソンとか やっててると私は思ってます。で、こういうそのグローバルの経営と民間側から見たグローバル経営の,その、えー、考え方とそれからグローバル時代の国家というのは私は考え方が合わなくなってきてるんではないかなと私は思ってるんです。そうすると企業側 民間と官の間の交流人人の交流も含めてかもしれませんけれどもお互いに理解していくことが非常に重要になってきてるんだろうというふうに思ってるんですそういう意味でこのリーダーシップの交流会っていうのは私は非常によかったというふうに思ってますでただ残念ながら今のその官僚の方々の置かれた立場考えると まあ正直言ってなかなか動きにくいっていいとうのが本当だと思いますよねそうするとやっぱり民と官との間のいろんな意味の交流を深めてやっぱり民の側からも産業界からも官の方が動きやすいようにしてあげないと私は情報が入らなくなって最終的には政治家に入る情報は偏った情報しか入らなくなって 間違った方向にどんどんんん動くんじゃないかなといいう私はものすごい危惧を持っていますそういう意味で本来であればこのリー次世代リーダーっていうのは産業界だけではなくて官も生も含めてという話だったんですがまあ残念ながら官・生についてはそのどういうリーダーシップが必要だどういうリーダーを育てるべきだっていうところまで話はできてなかったと思います。 従って今日お話しているのはどちらかというと、産業界のリーダーだというふうにお考えいただきたいというふうに思います。で後ほどまたお話,になる話が出てくるところになるんですが、まあ、先ほどハウェイの話をちょっと申し上げたんですけども、私、DDI 作ったときには正直言ってゼロから作ってますんで、まあ、そういう意味でいうとです、ね、まあ、半分ベンチャー的に仕事をやってきたところもあります。 でそれが、まあ、正直言ってこれだけ大きな会社のトップをやってみてものすごく違ってきてるのは我々の業界っていうかその ICT の業界っていうのはご存じとうのとおり非常に発展スピードが速かったです。1985年、えー、このと、まあ、この時に DDA スタートしてるんですけども すぐ平成元年に携帯電話のサービスを開始してますけどこれはアナログですからねそれが今第5世代です大体10年に1回次の世代に移り変わってきてますで10年に1回移り変わるたびにいろんな政策が取られますけれどもオペレーターサイド事業者サイドから見ると アナログであろうと第2世代の PDC のデジタルであろうと今の第5世代でもそうですけども全国にある程度サービスエリアを広げてまともなサービスをやるには大体1兆円超かかってますしたがって第1世代から第4世代今第5世代にも第5世代まだ始まったばっかりですんでそこまで行ってませんけども第1世代から第4世代までの初期 全国カバーのための初期投資だけでだいいた兆円使ってきてきるんですよそれにお客様が増えることによって設備増強してますのでまあ私見るところでだいたい8兆円はかかってきてると思ってますでこれだけの設備投資をやってこないと実は続けてこれなかったのが携帯電話の事業なんですよねで そういう意味で言うと私もともと技術家の出身なんで技術的なことは分かってましたけども経営については正直言うと実務で学んだだけです。ただ副社長時代に CFO とかもやらされたんで財務のことも勉強せざるを得なくなったというところはあるんですけどもそういう意味で言うとやはりあのリーダーというのが一体どうあるべきかというのは 正直に言って我々がスタートした時わずか100名にも満たない会社の時とその後1万人になって、まあ、1万人までリーダーとしてはいかなかったんですけどまあほぼ1万人になってで今4万人の会社になっちゃってますけどもやっぱりリーダーシップのトップといってもその時々のトップのリーダーシップの在り方っていうのはやはり別なんだろうと思うんですね。 その中でどうやってイノベーションを図っていくか特に今やっぱ問題になっているのは大企業のイノベーションが進まないってことだと思うんでそういう意味では我々企業のトップがどういうリーダーシップでイノベーションを進めていかなきいゃいかんのかとここは真剣になってやっぱり考えていかないいけない問題だと思いますただそれぞれの企業が置かれた立場っていうのは違いますから すべて同じではないと、いろんな経営のあり方やり方もあるということだけは頭に入れておく必要があるんだろうと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ご参加からそれぞれ見解の表明がございました。これから討論に入らせていただきたいと思いますが、議論の前提としてまず第一に考えてみたいと思うことは。 今の21世紀前半の世界あるいは日本をどう評価をするかということであろうと思います、えー。奥さんの方から5つの負の時代というご提案がございました。この不確実性が高いというこういう状態の中でどういうことを企業として予測をしそして対応策を考え それの対応策を実行できる人経営戦略を考え、人材を作るかということが重要になってくるというふうに思います。まあ、危機管理というのも一つだと思いますが、同時にまたデジタル関係の技術を使って新しい発展をの道を見出すということも非常に不確実性を超える重要な課題になるというふうに思います。それでまずこの これから米中の対立だとか、あるいはコロナの感染症だとか、それから最近では地球温暖化が一層激しくなると、まあ、いうようなこともあったりして、不確実性が高まっているわけでございますけれども、えー、まず、えー、奥さんの方から先ほどご紹介いただきました5つの府をさらに復元する意味で、特に人材育成に結びつけて、どうやって戦略を起用として作るべきかというようなことを、まず奥さんの方から ご定義をいただいて、あと他の二方からのご見解を受けたまわりたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい。えー、っと、それではご指名に預かりまして、あの少しお話をさせていただきたいと思います。<laughs> まあ不確実性がまあいろんなところに不安定不透明をカップリングというか波及していくということ自体は非常にその。 難しい論だから消極的になりがちなんですけどもしかし不確実不安定さであるがゆえに片方でビジネスチャンスもあるであろうということでありますしかしそれだけにですねそういうの中でリスクアセスメントをそのトップリーダーがどういうふうにしていくかというのは非常に大事なところではないかと思います。えっと 金融機関っていうのはリスクの塊みたいなもんでありますのでリスクを軽量化するそしてその軽量化したもののいろんな比率が資本規制であり流動性規制でありというところで国際規制にまあ大手というかメガ銀行は対象になってきているということですのでおのずから枠が少し はめられているわけでありますがしかしその枠とは別に我々はリスクというものをいかにこう計量していくかということについてはこのバブルのあと崩壊のあと非常に努力をしてきているわけでありますしたがってそういう面では後で言うデジタル化とかそういうものの,その先端を切って経営に取り入れてきているという部分もあるかと思います。 しかしそのリスクというところで見ていった場合に、まあ、取れるリスクと取れないリスクその見極めをどうしていくかということになると思います。でその場合に直感だけではなくてそういう現実の一つの指標なり一つとかいくつかの指標をじっと時系列的に見ながらその判断をしていくということは一つのやり方ではないかというふうに思っています。 例えば、まあ、アメリカでサブプライムローンがあー、まあ、爆発した時ですけども我々こうじっと見てるとロバートシラーが中心になったいわゆるケースシラーケースというのがあるんですけどもそれを見ていくとやっぱり異常だったんですね。で我々はそのバブルにまみれてそれをやっとし整理し終わったところで。 リーマンが起きるわけけですけどもまあしかしその20067年ぐらいは日本でもミニバブルが起き始めていたそれをいかにそれはおかしいということは数字から見ても思ったしさらにアメリカの状況もおかしいと思ってこれを控えていたと。いう 部分も少しあるかもしれませんけれどもししかし極めて慎重にそれを見ていたとそれはやっぱり係数というかそういう指標をじっと睨んで見ていくということが非常に大事だというふうに思いますそれと、まあ、その時にえー、っとまあリーマンの経営者ディック・ファルドという人が来ていろいろと提携話を持ってきました塩の出資も話もありましたししかし 会うたびにどうも話が少しずつ違うなとずっとこう定点観測していくとこれはあまり信用できないということで断ったんですけどもそういった意味での経営者の直感力人を見る直感力そういうことも非常に大事ではないかというふうに思います要はまあリスク感覚というかセンスオブエマージェンシーというものをトップとしてまた企業の経営としてどういうふうに 持っていくかととといいいううことは非常にに大事だというふうに思いますで、2つ目はその反対がですけどもやはりその数字でいけば自己資本比率自己資本というのをどういうふうに、えー、保っていくかで、えー、自己資本が利率が高いからそれを吐き出せと吐き出せと言いはいませんけど政治から何かいろいろ言われるんですけどもいざとなった時に企業を守ってくれるのは自己資本そのものです。 で我々がその経験してきたのはあっという間に自己資本といううのはなくなくってしまうんですよねで平穏な時代が続くとその使いたい使いたいと思うんですがその時に危機にそ備えるための資本というのをどのぐらい持つかというのは非常に投資もしないといけないしかし同時にそれがうまくいかなかった時の,そのどうリザーブしておくかと。 いいいうこととも非常に大事なな話ではないかと思います、まあまあ、そういう意味ではですね、えー、この数年前ですかやっぱり政治の動きもあってで、うん、投資枠というのは初めに何億円何,何,何,何千億円これにありますっていう枠だけの話をするのが一つの、まあ、動きがあったんですけれどもこれはいかがかと思いますね。そうすると 社内でいろいろと枠の分取り合いもあるしそれのちゃんとしたアセスメントをして中で分析もしてやるというようなプロセスが省かれてしまうと結果幻想に至った例がたくさんあるわけですねやっぱりそういうことではなくてやっぱりその部分というのは慎重に考えていかないといけないでその時の非常に大事なことは経営者が自分の寄り立つプリンスプルこれを持つということです、ね な何のために誰のために我々が企業を動かしているかというのが元になるわけです。で、まあ、かっこいいことを言ってるようですけれども私が90年代にアメリカに行った時にちょうど80年代の終わりから、まあ、いろんな LBO のブームとかそういうので、えー、金融機関は痛みました。その時に経営者が言ったのは「バック・トゥ・ザ・ベーシックス」と言ってました。リーマンが終わった時にも同じく バックトゥザベーシックスと言ってます遅いんですよね遅いんですやっぱりプリンシプルをきちっと守っていくということが大事なわけです誰のために何のためにということをしっかりとお頭に置いた上でこういったその不安定不確実な時代であっても そういうことを頭に置きながらチャンスを狙っていくという態度が必要に大事なんじゃないかというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。あの小野寺さんに今奥さんからいろいろご発言ございましたが、この不確実不確実な天予測というのはまあ確率論で考えて経営に展開をしなければいけないんだけど、これも不確実っていうので一体 どのの程度精度を持って予測できるのかそれから企業の経営というのはそういうものはどの辺まで準備できるのか、えー、用意していけるのかその多様策ですねこの不確実っていうものはどう評価をするかそしてそれに対して対応策というのはどういうふうに使用したらいいのかその辺の経営の在り方っていうのはご見解があればどうぞ。まあ、あのゲリ,リア員を例に取りますけれども KDDI の場合には通信インフラになってますので、やはり災害時に対してどう対応するんだというのは、これは今までも散々いろんな面から検討はしてきてで、それなりの対応は取れるようにはなってきていると思いました。ですけども、今回のコロナウイルスのようなパンデミックというのは、正直に言って、えー、考えに入ってなかったですね。でこれは あの今回のコロナの前に SARS、えー、とか m ー r s とかあったわけですけども、まあ、高か不高か日本ではあまりそこが意識せず意識というか影響を受けずに過ぎ去ったためにそこは正直って考えてなかったと思います。ですけどもこういう事態になってくるとまさしくあの別のところで、えー、そういう話が出てましたけれども在宅勤務のような時に。 通信インフランというのは非常にに重要になってきてきるわけですで。こういうものに対応するだけのキャパシティが正直言って今回は、えー、準備できてたということが今回の結果につながっているんだろうと思うんですね。ですから、えー、どこまで考えに入れて動くのかということはこれは非常に難しい問題ですけどもですけども、まあ、よく昔言われて BCP、えー、事業をどうやって継続していくんだと。 それを常に何通りか考えながらこういう時にはこうするこういう時にこうするというのは、まあ、大企業はほとんどでやってると思いますけれどもそういうものを準備するだけではなくてそれを、まあ、当社もそうなんですけどいろんな意味で年に1回とか2回とか訓練をやってやリニューアルしていかないとどうしてもどっかでも俺が出てくるんじゃないかと思います。で確率議論で言っても正直言って分かんないですよね。 ですからあの直下が、東京直下型の地震にどう対をするんだといろんな検討はやってますけれどもじゃあ何パーセントの確率があるからじゃあどうするんだというわけにはいかないですね、我々の場合には。で、そういう意味で言うと先ほどあの奥さんからもお話のあったこととか自己資本比率と関係するんですけれども、まあ、一時、ROE という話ばっかり言われて。 まあ、あのリターンの方を増やす分にはこれ一向に構わないんですけれども下手するとエクイティの方を減らして自己資本を減らして ROE だけ上げるみたいなバカな話が一時ありましたけれどもまさしくあの内部留保はある程度持っておかないと将来の危機に対して対応ができな,る可能できなくなる可能性はあるんだろうというのともう一点はこれあの最近宣伝でやってますけれどもあの 普通は共済でである NTT さんと一緒に、えー、海底線 2,、えー、2層ずつ持ってるはずですけどもこれを災害時には相互に融通しようということをやってますで業界全体でもってなんかそういうことをやっていく必要がある時期にも来てるのかなという気がしてます以上です ありがとうございました、えー、いろいろご討議、ご意見を承りたい点も,もあるんですが、だいぶ時間が押しておりますので、えー、次の論点に移りたいと思います。経営力の強化の点でございますけれども、えー、この点については、川村さんから、えー、それぞれの業種の点検会をしながら、この 日本企業の問題、外国から見た日本企業の問題をご指摘されました、熱意なき経営、熱意なき職場に陥っていると、で、えー、効率性や収益性を度外視して、シェアや雇用維持を優先して、長期的に富を向かない仕組みだと、こういうことでございます。今、コロナでどう克服するか、政府も懸命な努力をしてはいるところでございますけれども、 経営の効率を高めながら、この危機管理に応えていくということが非常に重要なんでございますが、この経営力を強化をする要定、まあ、生産性ということになるか、あるいは稼ぐ力ということになるんだと思いますが、その辺は普段、ふだ常に企業の経営の中で考えていかなければならない問題ですが、この経営力の強化、 これはもちろんその経営戦略の立案だとかあるいは経営者の予測力とか実行力とかいろいろなことになると思いますが一つ、これ今のこれだけの危機の中でどうやって経営力の強化をしていくべきか一つ、その戦略をお話しくださいますでしょうか。はいまあ、あの経営力ののの強化の最大の要定は 社長の専任だと思ってますあるいは育成だと思ってます、えー、会社はやはり社長・水曜の力量以上のものにはならないわけでしてしたがってその社長をどういう人間をどういう時期に選定するかというのはこれはまあ非常に大事なことです。うん、それからその先ほど来のお話にもあります通り 企業はやはり日本の中だけでは暮らせないし暮らしてはいけないだろうと今のようなその不確実性が各国のアメリカとか中国とかその他のいろいろな動静からもたらされている部分が相当に多いことを考えるとです、ね、我々としては国際的な状況とそのに目をつぶりながら仕事をしてって反映していくなんてことはもうできっこないわけで。 えー、国際情勢の中に飛び込んんでいかかなきゃいかんわけですしたがってまあ,その、まあ、あの例えば自分の会社やってた会社のことを言って申し訳ないですけど日立は9兆円ぐらいの売上の会社ですけどお今五十数パーセントが海外の仕事で、えー、売上ですね利益も五十数パーセントがやはり海外から出てると、まあ、こんな感じになってるんですが。 ああ日本の今後の動向を考えたときに少子高齢化その他いろんなあるいはその市場の全体需要を考えたときにやはり海外をもう少し増やさなきゃいかんだろうなというふうに考えているわけですまあ60%強を海外にしてというふうに考えていますですから従業員も今は日本人とか外国人が半分ずつぐらいですけど 外国人をもう少し増やしたそういう会社になるだろうなと社長は本当に日本人でいいだろうかということをまあ考えないかんそういうことだとまあ思ってます。私は今現役でやってるわけじゃないんで、えー、それ的なことを現役の人と話しするまあそんな程度の立場ですけれどもしかしまあ現役もそういうふうに考えているようです。それでまあ社長をどういうふうに育てるかなんですけれども。 やはりその潜在能力と健在能力とかなり違うんですよね。特に日本の会社はそのやらせてる今までやらせてきた職場の範囲がスコープが狭いことが多くてですね、健在能力だけで判断判定すると大抵の社長は罰なんですよ。で、その潜在能力を別別測定をしてですよ。これはいろいろその面談したりその他をやったりしながら。 潜在能力ポテンシャルですねポテンシャルチェックをまずやるわけですでこれはどういう人間かとで、まあ、潜在能力の中で、まあ、いくつもあるんですが一番大事なのはやっぱり好奇心なんですね好奇心いろんなものに興味,興味を持つやつじゃなくてもこれは絶対ダメで,でそこが出発点になってそれがどのぐらい潜在能力として出てるかっていうのを見るそうすると大抵の人は潜在能力が100だったら潜在能力は30ぐらいしかまあ普通は出てないです。 今までいた職場でやった業績からこう判定するとねじゃあどうするかっていうとまあその修羅場体験をやってもらうわけですでまあ一番いいのは海外の孫、まあ、会社ぐらいの社長でポーンと行くのがまあ本当は一番いい孫、えーえーまあ、会社ですから、まあ、間違えてもですね、えー 100億円の損害までしか行かないとかどうだとかまあそういうそのあれを見ながらですよその修羅場体験をやってもらうでまあその本当にその銀行からお金も貸してないくれないような状況になっちゃったりしてクリスマスになっても社員に給料も払えないっていうような状況になったりします現実にですねもちろん東京に泣いてきますけれども。 おそこはいろんなケースがありますけど、まあ、なかなか簡単に援助していらないケースも多いで、まあ、その時どう乗り切ったか、まあ、そういうのものすごくいいその経験になりますそれから評価ができます、まあ、そういう修羅場体験をやるような会社がこうお外国の売り上げの方が日本の売り上げより多くなってくるといろいろこうまあいろいろというか多少選べるようになってきます。 そういうことをしながらですね、日本人をやり、それから外国人も今イギリス人の副社長は日本の副社長として東京で勤務してますで。これはあの交通事業というところの担当の役員なんですね。交通事業ってのは新幹線を作ったり新幹線を動かしたりメンテがあったり、まあそんなような仕事ですけれども、フランスとかイタリアとかに新幹線を作ると。 それをその今交通事業の本社はロンドンにあってロンドンでそれお仕事をやってるところがその日本の新幹線の話までロンドンに持ってかざるを得ないとまあそんなことになってますでもそれでやってもらってるんですそうしないとやっぱり将来的にこのいろんなこの不確実性がどの国から出てくるか分からんわけでその会社の事業所としてはいろんなところに散らばせといてですね そのいざっていう時にはそのいろんな日本政府の手伝いもしないかんしまあいろんなことをいろいろこうやらないかんというふうにこう思っております。ですから経営力強化の要定は社長の育成とでその社長の育成の中でですねもちろんそのこういう種類の,このデスクワーク的なあるいは討論的なものから始まっていろんなことをと。 やるわけけですけれども、えー、そういう中でその、えー、できればそのコンサルタントからはできればそのおその修羅場を2つぐらいは体験させなさいよと言われますけど1箇所ミニマム3年かかりますからね6年かかるなかなかこう現実的ではない現実的ではないんですけどとにかく東京の出世コースと言われるコースをただ上がってきたやつが出て 絶対社長になるべく社長にならないようにしてると。<laughs> まあ、そういうことでしょうかね。で、そのあと、経営力強化の要点がまだありましてですね。もう一つありまして、経営者が強くなることと。社内の組織を強くしなきゃいけないんですね。社内の組織。社,社内の組織っていうのはですね。なかなか。まあ、言ってみればザ、ザラストマン的な。その、その組織のですよ。その、最終的な意思決定をやって、それを決定を実行して。 で成果を出してその成果を説明するというところまでやるケースがなかなかないんです時間がかかったりしてそれをしょうがないから半分人工的に作るんですねでまあ,あのトヨタの改善運動を真似してですねえその例えばえ水力の発電所を担当している現場に今水力発電所の定期検査はあごめんなさい <laughs>。 じゃあ簡単にしゃべります、えー、定期検査を30日でやってるのを20日20日でやんなさいと10日を縮めるにはどうすればいいかっていうとそういうテーマを自分で考えさせる自分でそうすると10日間余計に発電できるわけですからその間収入が入ってくるんでこの,この改善の成果は〇〇億円ですっていうのがパッとまず出ます。でどううややってそ,のそれをやろうかととすると カルコの発電所で使いい出しした新しい計測法を使うだだだんだかんかっていうのをみんながこうそのグループの中十何人で相談をしてですねそれで試験なんかをやって作り出すそれをまあ4か月も5か月もかけてやるわけですけど次の来年の定期検査に間に合う、まあ、そういうようなことをこういくつもやっていくとですね組織がものすごく締まるんですが成果が出てくる成果が出てきたやつを全社発表やると。で隣の ちっとこもやんなさいと上長が言うと上長はそこまでは黙ってるんですよ。それが出るまでは黙ってるんだけど、成果が出て社内発表したらそれをお前んとこもなんでやんないんだってなことをやるとこうやってってこう中の組織を少しこうちゃんとその強くするってやつをやりませんとですね、その言われたことだけをやるやってしヘマをしないっていうのは会社の仕事だと思っているやつがいるんですね。言われたことをちゃんとやってヘマをしない。 そういう会社になっちゃうともうおしまいなんです。ですけれども、ですけれどもこれは大変です。9万人いますから、9万人いますからね。ですからその部門対抗でその小集団活動的なやつは部門対抗でこうやっていくと、これ経営者と現場と両方やらないとですね、まあ絶対会社は強くならないと思います。すみません、長者。し、はい、ありがとうございました。奥さん、あの今まで金融界、金融 危機を乗り越えてこられたわけですがあまり時間がありません簡潔に一つその危機に対応する経営者、えー、増経営者増というか能力というかちょっと簡単に、えー、お願いしますあの危機に対応するっていうのは危機が起きてから投入するケースとそこにいて危機にあってどれだけ やるかとということでだいぶ違うと思うんですけどもしかし危機の中から危機,の危機を乗り越えていくっていうのは総合力ですから社長リーダーとした総合力まあンジに強いリーダーもいるし平時に強いでもいいですけどもやっぱりランジに強い経営者をがいてそこの下で結束力を持って乗り越えていくというのが一番望ましいわけですね、はい。はい ありがとうございましたそれではもう一つの議題ですがデジタル活用などによるイノベーション力の充実に話題を移したいと思います。小野寺さんにお伺いしたいと思いますが、まあ、今デジタルトランスフォーメーションというのが一つの流行語のように相なっていてコロナの対応というようなことについても言われておりますしあるいはまた将来の成長戦略という中でこのデジタルを活用したイノベーション力というのが よく語られているわけでありますが1つ、この点についてどういうふうにこのデジタルトランスフォーメーションあるいはデジタデジタライゼーションを活用すれば日本のイノベーション力というのは高まるのかその辺の戦略を1つご紹介ください、はい、あのまさしく今、政府もデジタル庁の話をして。 えー、デジタルという話が非常にに盛んに言われてますあのもし出せたら私の資料の2ページちょっと出していただきたいんですけどもあのその時にですね DX っていった時にもともと英語がネイティブな方々には問題ないんだと思うんですけどもどうもデジタル化すれば自動的にトランスフォーメーションができるもしくはデジタル化することがトランスフォーメーションなんだと。 みたいに捉えられてる方が結構多いんですよね。もともと私にはそのデジタルを活用することによってトラン組織の例えば仕事のやり方であり組織そのものをトランスフォーメーションすることが本当の D X だと思うんです。ところがですね。 今 DX といったときにじゃあ誰が主体になってその DX を進めるんだとなるとここが最大の問題でしてで実はあの例えばもうあのここの3社はあの三井住友銀行さんも日立さんもうちも,もう社内のデジタル化っていうのはほとんど済んじゃってますからただその時に最大の問題は。 デジタル化を要求する部門例えばですけども営業部門が自分のところのデジタル化をやりたいと言ったときに彼らがやろうとするのは今までのやり方を変えずにやるんですよ紙をそのままデジタル化に移しちゃうわけですこれをやってしまうとむしろ効率が下がることが多いですしたがってこのトランスフォーメーションをどう考えるんだというのは トップが中心になって誰かに指示してきっちりやらない限りこれはできませんでちょうどですねこれは20日かな、えー、今月の20日の日経に出てたんですけどもまさしく富士通さん NEC さんっていうこの、えー、こういう業界のトップ2社が自ら自分の会社の DX をやりますとでその時に、まあ、ここいいか悪いか全く関係なく聞いていただきたいんですけども 使うシステムは SAP の花というシステムとインフォー花という話で残念ながら日本のシステムじゃないですだけどもここからが重要なんです富士通さんのこの花を導入される方をこうはっきりと宣言したわけです各拠点でのカスタマイズは原則として認めないなんですここなんですよ どうしても標準を入れても各、まあ、当社でいうと例えば事業本部はこういうカスタマイズをしてくれ経理はこういうカスタマイズをしてくれってわけですそれをやってたら絶対に非効率な高いシステムにしかならないんです残念ながら日本の政府まあ今マイナンバーでもって散々あれですけどマイナンバー5年前にでき,たできてるわけですからねシステム自体は。ところが 自治体とのつなぎのところでもって自治体は自分の仕事のやり方に合わせてどんどんどんカス,カスタマイズやるもんですからいざ使おうと思ったら使えないとしかもコストはどこまで上がってるか知りませんけどかなり上がってると思いますこのデジタル化というのはこれは実は標準に合わせてどれだけ 自分の会社の仕事のやり方なりシステム、えー、組織を変えてでもそれに合わせていくんだくらいのつもりがないと国際的な競争力もしくは国際的な生産性という観点から見ると私は追いつかないと思っています。NEC 富士通でさえ自社システムではなくてサップを使わざるを得ないのがこれが国際標準だからなんですよ。 これとに合わせて仕事をやらない限りコストは下がらないんですここは経営者としてきっちり見ていかないと非常に大きな問題になると思いますで私は正直言って政府自治体のシステムについてはこの点が非常に心配ですで NEC さんも富士通さんも例えば、えー、カルテのシステム電子化はこれ全部やっておられます でおそらく両者とも自分の標準は持ってるんだろうと思うんですが某大学病院はこうしろ某大学病院はこうしろこれをみんな受け入れちゃってるもんですからいざとなったらカルテのフォーマット自体も変えざるを得ないところが出てきてるみたいですその結果いざ情報を全部集めてまさしくビッ,デビッグデータで処理しようと思ってもできなくなっちゃってるとこれが実態だと思います したがってこの DX についてよほどしっかり考えて経営者がまあ国で言えばまさしく菅さんが言い出したんですから菅総理がきっちり考えてここはもう絶対動かしちゃダメだというところを言ってあげないとみんなバラバラでなっちゃうと思います。でそういう状態ですからデジタルでもって DX でもってなかなかイノベーションが起きないんですよグローバルに標準なものを作らなければ。 イノベーションもなかなか起こらないんですしたがってやっぱり外との海外とのことというのはしっかり見ていかないかんだろうと私は思いますはいありがとうございました、えー、大変したいともお話でしただいたい時間が過ぎてまいりましたが、えー、最後にお三方に一分ずつでですねこの次世代リーダーに求められる資質それをいかに高めるかということについて、えー、もう時間がありませんのでお一人一分ずつで えー、ご発言をいいいたただきたいと思いますこれから次世代のリーダーこれは、えー、もちろんグローバリゼーションも大事でしょうしイノベーションも展開しなければなりませんし、えー、企業を活性化するということも必要だと思いますが一言で言うとどういうことが大事になるかキーワードをご紹介をいただきたいと思いますでは川村さんから順次お願いいたします。えっと特に、まあ、アフターコロナですと 従来有,有力だった企業が急に、えー、劣勢になったりですね、えー、非常に変化が早いですからあーリーマンの時のようなそのまあ主として、えー、重たい方の、まあ、住宅とかですねその他から出発したその不景気とかなり違うものになりかつかなり長いものになってくると思います。 対応がですから非常にこうその個別にも何も変わるといろいろ手術雑談になってくると思いますんですが大事なことは要するに決断がきちっとできてそれを早く実行できる人というのがまあこれから一番大事になってくるんじゃないかとまあ蘇生乱造でそのまたということも考えうるんですけれどもしかし間違えた時は早く直せますから早く間違った方がですね やっぱりこういう時は早くこういろんな物事がきちっと決めれる。そういう人がいいと。物事を決められない社長というのに毎日なった時には、まあ、これはまあ、大変不幸なことになるんだろうと。まあ、思います。はい、ありがとうございます。じゃ、奥さん、どうぞお願いします。えっと、私も先ほど申しましたように。河村さんの今のご意見と全く一緒ですってね。やっぱりこれだけ不確実不安定な世の中になってきて。 物事が動いている周りで変わっていくという中でもちろんそのいろんな知識を得体験をしでそこで、えー、身につけてくるというものを最後は判断力でありさらに言えば決断力だと思いますで、まあ、戦略による差別化、まあ、企業の戦略として戦略による差別化というものがあります それから、えー、製品とかサービスによる差別化っていうのがあります。もう一つは私は忘れていないいけないのは時間差による時間による差別化。要はスピードは大変な付加価値であり競争の源泉であります。で従ってそういう判断をできるようなものっていうのはもちろんいろんな経験をし頭の中に蓄積しいろんなデータをし 考えやれな頭の中に入れておかなくちゃいけないんですけども最終的には直感力だと思いますでそういうものが身についた上での何もないで直感力ってのはダメですけどもその直感力を磨き鋭くその身につけていくということがスピードにある決断ができるということではないかと思いまますはいいいありがとううございますさんどうぞお願いします。 はい、あのもうお二人がおっしゃったことで大体尽きてると思ってるんですが先ほどあの奥さんがおっしゃってたようにいざとなるとその原理とか原則というものをきちっと重視しないとじゃないと間違うというのはこれはあの日本でではは割ととそこはいいんんだろうと思ってるんですで私はそのもう一つの元ととなるのは、えー、倫理とか。 そういうういとところだと思うんです、まあ、道徳という方もいらっしゃるしで今までですね日本の経済界のリーダーではその倫理観とかそれからうーん道徳というものについては当たり前にみんな持ってるというふうに今までは私たちは思ってたんですが今後どうなんだろうかなというのがちょっと気になってます。 でこれはの産業界よりもむしろあの学会で言われていますけどもエル教育という話を今、盛んにしているかと思います。これはあの研究不正から出ているんですけれどもこれはエスティカル、リーガル、アンド・ソーシャルイシューズでまさしくこれからトップになるような人たちにはこういうところ基礎的なところをもう一回学んでもらう必要があるんじゃないかなというふうに思いました。以上です はいありがとうございました、えー、あっという間に予定した時間が過ぎてしまいました、えー、リーダーの育成を考えるという点について皆様に何らかのご参考になればと思っている次第でございます、えー、私も一つちょっと申し上げてみたいと思いますが実は深センでですね、えー、中国のある企業が、えー、ドローンを使って花火をやるという実験をしておりました これ一体日本でやったらどうなるかなと考えてみたんですけれども日本だとまず伝統産業を壊すと言って反発するまた危険であるから十分危険を除去する装置がなければやっちゃいけない、まあ、規制の問題が出てくるだろうなかなかこの新しいものに挑戦できにくいという。 まあそういうのが日本の中にあるような気がいたしているところでございます。で従ってこれからデジタル庁ができてデジタルイゼデジタルイゼーションが進むといくと思いますが、え既存の規制秩序とどうやって調を図るかということがこれから私は一つ非常に重要な課題があるというふうに思っております。からまたこの次世代のリーダーについては今皆さんが おっっしゃった通りでございますけれどもやっぱり情報力予測力決断力実行力、まあ、こういうものが非常に重要だというふうに思っておりますしまたそれを効果を荒らしめているためには企業の経営者と同時に、えー、政治あるいは関係行政といったものとの連携も重要になっていくというような気がいたしておりましてこれから果たして日本が この苦境を乗り越えていけるかどうかということについては、企業を中心にしながら、政治、あるいは政府が一体となって取り組んでいかなければならない、まあ、そういう重要な課題ではないかというふうに思っております。えー、我々のグループも、そういった点で、新しい時代を開くために何をしなければいけないかということで、今後も討論、議論を続けていき、官と民、あるいはそれに政治も加えました。 新しい時代を開く努力ということを続けていき、先ほどご指摘がございました5つの負を乗り越える、まあ、そういうことに努力をしてまいりたいというふうに思っております。ちょっと至らぬ視界で十分議論が掘り下げられませんでしたが、そろそろ予定した時間になりましたので、討論はこれで終わりにさせていただきたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました ありがとうございました。以上をもちまして、次世代リーダーの育成を考える、日本アカデミーやリーダーシップ交流会の活動からお終了いたします。パネラーの皆様、そしてモデレーターの福川様、本日は誠にありがとうございました。